はい、こんにちは。今日はダイエットと性欲の関係について話したいと思う。で、この動画は全国のエロスケベ変態な諸君に見てもらいたい動画なんやけど、その中でも、なんかこう、性欲を抑えたいとか、この誤ってる性欲どうにかしたいみたいな、あとはこの性欲さえなければみたいな感じの人に、まあ男の人でも女の人でもね、ぜひとも見てほしい動画。で、俺はね、どんなやつかっていうと、ボディービル大会とか去年、一昨年とか出とって、まあ、割ときつめのダイエット、まあ、減量を2回くらい経験したんやけど、まあ、その経験をもとにちょっと話していこうかなと思う。で、まあ、早速なんやけど、タイトルにもある通りね、性欲を減らしたいならダイエットをした方がいいんよ。で、最初に言っとくけどね、割と荒療治になるかもしれん。でもね、誰にでもできるけん、まあ、ぜひともちょっと聞いてみていってほしいんやけど、で、どういうダイエットがいいかって言ったら、まあ、食事制限のダイエットやね。筋トレとか有酸素運動みたいな動いて痩せる系のダイエットじゃなくて、食べるのを我慢して痩せていく方のダイエット。で、まあ、なんでこれがね、性欲を抑えるのにいいかって言われたら、まあ、一般的によく言われてるのが、こう食事のさ、三大栄養素の一つの脂質を抑えたらテストステロンっていうホルモンが分泌されるのが抑えられて、まあ、それが結果的にこう性欲を抑えれるみたいな風によく言われとったりするんやけど、俺は若干違うと思っとって、まあ、それもあるかもしれんけど、まあ、俺が思うのは、脂質は、まあ、結構取ってもいいとは思うよね。ただ、炭水化物を抜いた方がいいと。だいぶ抜いた方がいいと。それによってこうね、性欲が抑えられるかなって感じたんよね。結構そのダイエットをしていって。で、ここからね、完全に俺の考えね、もう、その科学的根拠みたいなの全然ないんやけど、なんでかって言ったら、その炭水化物ってこうエネルギー源ってよく言われるやん、体の。で、そのエネルギー源をもうほぼゼロにすることで、もうとりあえず毎回いつでも、もう毎日死ぬほど腹が減ってくるよね。で、めちゃくちゃ腹減ってきたら、もう頭の中が食事のことでもう、食い物のことでいっぱいになるんよ。そしたら、で、そうなってきたらもう正直なんかしころうとか、性処理をしようみたいなことをこう、考えれんくなってくるわけよ。で、なんかもうある程度行くとこまで行ったら、そういうなんかエッチな、そういうことを、エッチなこと自体がもうなんか気持ち悪いなみたいな感じてくる時まであるんよ。その瞬間まで。で、俺は例えばコンテストとかに出る時やったら、大会に向けて半年ぐらい減量していくんやけど、最初のね、2、3ヶ月ぐらいは、まあ人並みぐらいに、それなりにこう、エロいこと考えれるんよ。けど、もう多分後半の方、もうほんともう炭水化物を抜いてきたら、餃子の王将とか、もうなんかもうマックとか、ミスドとかさ、そればっかりが頭の中に思い浮かんできて、なんかね、食べたいものリストみたいなのも出てくるんよ。こう、自分でもメモしとかしだすんよ。そのレベルまでになったら、もうね、もう、性欲はほぼゼロやと言ってもいいぐらい。で、俺の場合3年とかでそういう、かけて筋肉を落とさずに減量するみたいな感じでやりたんやけど、そういうの全然関係なくもうすぐ効果が出したいみたいな人は、多分もういきなり明日からさ、炭水化物抜いて、それを多分1週間か10日、まあ長くても2週間ぐらい続けたら、多分そういう仙人モードっていうのかな、ナルトっぽいけど、そういうモードに多分ね、いけると思う。まあ個人差とかはあるかもしれんけど、まあほぼ2週間ぐらいあったら、性欲というものは食欲みたいなのにも全部変換されるんかもしれない。変換かは分からんけど、吸収かな。なんかさ、人間って三大欲求っていうあるやん。それのもう食欲がもうこう突き抜けて、こうバゴみたいになる感じ。で、その分なんか性欲と、あとおまけ睡眠欲もこう、もう吸収されるんよ、食欲に全部。やけん、まあ性欲とかがなくなるっていうのは言ったけど、睡眠欲もなんか、もう腹が減りすぎて、なんかもう朝さ、目覚ましの1時間前ぐらいに起きてしまうみたいなこともあるんよ。まあ、ここまで聞いて結構きついかもしれんけど、まあ、確かにきついんやけど、まあ、そうなってしまったら、もうこっちのもんというかね、もうこっちの勝ちみたいなもんやけん、これを見てね、信じられんと思った人は、ちょっとね、実際10日間ぐらいで試してみてほしい、実験的に。うん。まあ、正直女の人はね、どうなるかがちょっとよくわからん、俺は。でも多分、まあ、同じ理論でそうなるかなとは思うね。同じ人間っていう部分で見たら同じやけんね。まあ、多分大丈夫と思う。で、ダイエットするときの注意点というか、一つ決めておいた方がいいのは、リミットをこう決める。ゴールの日をね、いついつまでは絶対にもうダイエットをするという、ゴールを決めた方が、やりやすいと思う。あと、まあ、1年後とか、長すぎるのも、ちょっとしんどいとは思うんやけど、まあ、2、3ヶ月ぐらいとか、まあ、長くて2、3ヶ月ぐらいの、割と短期っちゃ短期のスパンで、ゴールの日を決めて、ダイエットしていくみたいな、それがいいと思う。で、まあ、デメリットなんやけど、まあ、デメリットは、まあ、大きく俺から一つ言えるのは、そのゴールの日終わって減量解禁した日からもうリバウンドを絶対すると思う。多分ほぼ 100% リバウンドして、もう食欲をずーっと抑えてきとるわけやけん、もうビーストモードみたいな感じになって、もうタガが外れたかのように、もう一日中食いまくるみたいな日が来ると思うね。そういう、そこまで減量で抑えきれたらやけん、まあそこだけ、そうなったら腹がいっぱいで、もう舌がなんかもう食い物を求めすぎとうけん、もうどんどん詰め込みたくなるんよ。でも結局なんか胃酸がで、なんかすごいムカムカしてくるし、まあ、そういうことになってしまうかもしれんっていうのがまあ一つあるね。だけどまあ胃薬みたいなのもいるかもしれん。はい、というわけで以上、性欲を減らしたいならまあダイエットがおすすめっていう動画やった。結構最近こういうベラベラ喋る動画出しとるんやけど、まあ、割となんかこのトピック的になんか話しやすかったのもあって、なんかね、割とスラスラと話せたけん、まあ、またね、こういう感じの動画見たい人はチャンネル登録といいねをぜひしてから帰ってください。では以上ね、3人肉体改造部のゆうきがお送りしました。バイバイ。